スーパーマスコロイダーアルファにカゴ型カッティングヘッドを装着した粉砕例を見てみましょう。今回は3ミリのカゴ型カッティングヘッドを使用し、生のジャガイモを粗めに粉砕します。スーパーマスコロイダーアルファの上蓋を開いた状態です。内側に高速回転するローター、外側にカゴ型カッティングヘッドが装着されます。ホッパーから投入された原料は、高速回転するローターの遠心力によりカゴ型カッティングヘッドとヘッド内側のナイフにより切断されます。粒子サイズはカゴ型カッティングヘッドの目開きで調整できます。用途に応じて 0.25 ミリから 12.9 ミリまで22種類のヘッドが用意されております。これにより粒感のある粗めのペーストからクリーム状のペーストまで作り出せます。粉砕された原料はシューターより排出されます。カゴ型カッティングヘッドを使用することにより粒状のジャガイモを作ることができます。